理想の美ボディで写真集発売を目指せ、大原香織のアラフィフワークアウト。あれ、今なんて言いました？え、大原香織のアラフォーワークアウト、アラフィフです。44です。44ですよね。アラフィフです。なんでですか。今日はこんな格好で、はい、そうなんですよ、参加してみました。はい、ということでございまして、ちょっとね、写真集発売っていうのを目指して、はい、今からね、ちょっとさらに体を磨き上げていただこうかな。なんでそんな声を裏返ってんですか、今日。ちょっと興奮してる。興奮してるんですか。興奮してます。本当ですか。そうなんです。なので、はい、今日はね、いろいろやっていこうと思うんですけども、はい、体温測定とかって最近やられたりして。最近やりましたよ。やりましたか。高校生の頃だから。さっきじゃないでしょ。今日やっていただくのが、まず握力、はい、そして立ち幅と、あと、長座体前屈。長座体前屈、うん、まあ、こういうやつですね。こういうやつ、うん、はい。そして、上体起こし。そして、反復横跳び。これね。そう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 。昔やってたのと同じ。全部やったことあります。ですよね、うん、しかもね、うん、私ね、筋肉女子目指して、目指してるので、自信があります。どこで割ってんの？見ててもらっていいですか、私の。いや、もちろん、いや、やってるやん、もうこれ思いっきり。嘘ー、知ってるわ。知ってるわ。じゃあ早速、はい、やっていきましょう。さあ、それでは最初は握力を、はい、すごいよ、していただきたい。もうあれなんですね。そう、デジタル、デジタルなんですね。そうなんです。これ打ち込んでちゃんと年齢とかもやるんですよ、はい、今ですね、はい、44歳独身一人、独身まで、はい、でちなみに、はい、大原さんの年齢の方で、うん、女性で平均は 29.97kg、はい、だからこれを上回っていただきたい。じゃあ30いくと、はい、そうそうそう、平均で、やり方がありまして、はい、これね、まっすぐ立ってください。曲がったりしちゃダメです。まっすぐ立った状態で、うん、腕もくっつけないでください。はい、離した状態、 この状態でグッと思い切りやっていきたいと思います。いい顔ですね。いい顔ですよ。どっちか行きます？右から行きます。あ、右から行きます。行きますよ。それでは体勢になっていただいて、はい、お願いします。せーの、はい、ふっ、 OK、 来ました。さあ、発表してください。お願いします。46。あ、違う、間違えた。26。なんで46と間違えたんですか。ちょっと平均以下でしたね。左の方が強いですよ。さあ、それでは、はい、行きましょう。今度は左でございます。またまっすぐ、はい、腕も曲げずにお願いしますよ、はい、それでは行きましょう。左、どうぞ。ふぅー、負けちゃダメだって。負けちゃダメだって。なんで。私もびっくりした。どうしよう、行くよ。ブンとして、そうです、そうです、ビンとして、このままですよ。せーの、ふぅ、うん、そう、思いっきり、思いっきり、あ、思いっきり、にゃー、うん、さあ、それでは発表してください、はい、どうぞ。いきます、せーの、 21.9。 かわいい。ということでございまして、ダメだね、握力は平均以下でございました。いやー、はい、ということで続いての測定いってみましょう。はい、さあ、続いては立ち幅跳びでございます。はい、用意しましたんで、ここの線から、はい、いやー、これ久しぶりですね。で、飛んでいただいたら、はい、その場で止まってくださいね。止まる、動かないでください。ちょっと一つ質問です、はい、何でしょう。ここからですか、はい、ここからですか。あの、線を踏むのは OK やつよね、多分、うん、だから超えちゃダメ。あ、踏むのも良くないか。踏んで大丈夫、うん、踏んで大丈夫、でも出ちゃダメ、出ちゃダメ。じゃあこれはいいって、もうせこいな、絶対踏むんだけど。欲張ったら逆にいい結果出ないですから。で、はい、こうじゃなく、そうそう、もういっぺんでポンと、そうそうそう、うん、で止めていただいて、後ろの、どっちかが後ろになるじゃないですか、はいはい、それの後ろのかかとのラインでかからせる。わかりました。ちなみに大原さんのこの平均の、女性の平均が 158.25cm、 結構ありますね。身長ぐらいですね。そう、身長ぐらいは飛んでいただこう。さあ、よし、いいでしょうか。いきますよ。はい、それでは参りましょう。気合いだ、気合いだ。よし、うん、できるかな。え、せーの、せ、あ。今何、誰かが押した今。誰かが押して前に行っただけでしょ。で、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、ここですよね。78cm、 ちょっとこれ不本意じゃないですか。ちょっとカオリさん、さっきのちょっとなんか失敗っぽかったじゃないですか。いや、私あれ絶対失敗だと思うんですよ。ちゃんと、ね、もうちょっとできますよ。やりたい。これはいいんですよね。そう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 、それはいい、うん、それはいい、うん、出なければいいんですよ。よかった。はい、これ一斉のせとか言った方がいいですか。一斉のせもらっていいですか。あ、わかりました。はい、タイミングの問題ですから。わかった。いきますよ。はい、それでは参ります。はい、
一斉のせ。59。ウエストウエスト。ウエストしか取ってない。じゃあ続いては測定いきましょう。さあそれでは今度は長座対前屈をやっていただきたいと思います。はい、長座対前屈、はい、でこちらのね壁にちょっと後ろに座ってから普通に座ってから先でちょっとね道具がありますんで、はい、すごいですよこれ。あほら作りましたよ。めっちゃかわいい。この番組とうとう経費が出たんですよ。いやいやすごいでしょ。これでですね、はい、あのお尻そのままでお願いします、ね、お尻そのままでまずは手伸ばしていただいて、伸ばしてで親指の真ん中ぐらいまで上に乗せてください。乗せて、あ、こうしてね、はい、はい、ここいいですか、はい、でここから頑張らせていただきます。わかりました。でこのままこうやって押していただいて、はい、でもこうやって飛ばしたりしたらダメですよ。ダメね、はい、でこのまま手も ここで止めるとかダメ、ダメ。このままでここを測らせていただきます。わかりました。思っております。ちなみにこれ横から見るとすっごい二重顎になってるんですけど大丈夫ですか。気にしすぎです。でちなみにこれ大原さんの年齢の方の、平均が 43.3cm。 おお、まあ、結構ありますからね。だから40cm ってここら辺ぐらいなんですよ。いや結構ありますから。いや、さあそれでは早速やっていただきたいと思います。大丈夫でしょうか。いきます。はい、せーの。おお、すげえ、すごい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 。何この状態。ちょっと面白いから測らず見とくと。すいません、すいません。測りますよ。あ、もうでも話していただいて OK です。すごい、46cm。 あれー、平均以上。いや、悔しいな。悔しい、もうちょっと行きたかった。うん、平均が43ですよね。そうですよ。平均が、そう、多分その3cm ってすごいですよ。これめちゃめちゃぺっちゃんこでしょ。あ、本当ですか。ということで、今回は平均でございました。やったやったやった。じゃあ続いての測定いきましょう。さあ続いては上体起こしでございます。はい、上体起こしは、まあ、簡単に言ったら腹筋ですね。あほー、はい、なのでこちらマット用意しましたので、マット用意してくれた、ていただいて、はい、じゃあちなみにですね、説明しますけども、はい、ちょっと本来だったら人がこうやってやるんですけども、大原さんちょっとつるしそうなんで、ちょっとすごいつるしないよ。何それ機材を置くやつ。機材の終わりじゃないですか。これを足にフィットさせていただく。これ重いでしょ。これ重いっていうか、これ絶対動かないですよ。これずるときはこれ以上ないですか。で、この状態で30秒間で何回できるか、はい、あ、わかりました。腹筋をね、わかりました。何回起こせるかっていうことでございますので、うん、で、ちなみに、平均が、大原さんの年齢の平均が 16.8 回。 16.8 回、おー、2秒に1回以上やるんですね。2秒に1回、1回以上。あ、わかりました。さあ、これは手は、バツです、バツ、バツ。これで、ここの膝についたら1。ね、ちょっと待って、はい、毎回二重顎なんだけど。いや、いいってとこ。いいですか。はい、さあ、それでは30秒間でいきたいと思います、はい、何回できるか数えていきますよ。はい、それでは参ります。よーい、スタート。せーの、ひゃー、1。これで 1？ そう。2、3。10秒前。5秒前。4、3、2、1。こんなことあるんですね。普通なんかこんがらがって数数えられなくなるんですけど、少なすぎて数えてなかったですね。3、4回でしょ、だから。私ね、びっくりしちゃった。実はね、はい、腹筋全然ダメな人なんですよ。できないですね。だってもう起き上がる。手使っていいですか。手使ってどこに。ここでプって。今の顔。さあ、ということでございまして、じゃあ最後の測定いきたいと思います。ちょっと待った。何ですか。もう無理じゃないですか。いや、わかんないですよ。普通のクイズだったらここでみたいなのあるじゃないですか。1億点。あ、そうそうそう、1億点もらえる。もしかしたらあるかもしれません。よし、この対策っていうのは。よし、はい、ということで続いての測定いきましょう。はい、さあ、それではいよいよ最後の測定でございます。はい、反復横跳びをしていただきたいと思います。かおりさん、もうちょっと実は平均点全部下がってるんで。いや、そうなんですよ、はい、5個やるうちの3個 OK だったでしょ。はい、で、あと1個しか残ってないでしょ。そうです、今のところ1個しかクリアしてないでしょ。これでしょ。キツネじゃない。あ、わかりました。じゃあ今回のこれの平均点超えたら、今回罰ゲーム免除にします。イエーイ。わかりました。私これすっごい得意っすよ。あ、マジっすか。ちょっとそれ後出しっすよ、これ。いやいやいや、でも、
ちなみに平均すごいんで42回何十秒で10秒。20秒か20秒で40ってことは、はい、10秒で、はい、20。そうそうそう。でこれちなみになんですけど、これでも1なんですよ、はい、あこれでこういくじゃないですか、はい、1、2、3、4、5っていう感じなんですよ。線を超えるかで線を超えるか、はい、超えなくても踏んでたらダメです。あーこれとこれがダメです。これダメです。これダメ。これも OK で、これちょっと測定別の人にやってもらうんで私見ときます。わかりました。得意なんですよね。めっちゃ得意。じゃあちょっとでもちょっと一個心配が、まあ、そうそうそう早すぎて映るかな、うん、映るかな絶対に。さあそれでは行きたいと思います。最後のチャレンジ。あ、こっから行っていいですか。いいですよ。分かった、うん、それ以外多分ないと思うんで。よしさあそれではやっていただきましょう。20秒間でございますよ。それではいきます。よーいスタート。いや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 、ここまでわざとそれ。おお。あと何秒。あと5秒。3、2、これ合ってた、ね、これ合ってた、終了。さあということでちょっとこれは怪しいですね。これ怪しいね。これあの、はい、どういうことになったんだ。さあということで集計が出ました。発表お願いします。発表なんですけど、はい、動きが独特すぎて、うん、1回ビデオ判定を入れたい。現代ですね。ビデオ判定すごい。それではちょっとビデオ判定見てみましょう。なんかね、ここまで合ってるでしょ。あ、ここら辺からちょっと怪しいかな。なんでこれ変。クロスしちゃダメなんですよ。ここはまだギリ。ほら、あ、ここらバタバタバタしだした。ほらほら。43回以上いってれば。わかった。クリアでございます。お願いします。さあ、それでは発表お願いします。大原香織、結果23回。少なめ少なめ。だから、うん、20回足りなかった。20回足りない。あとはいろんな変なことやったんで、もうそういう意味を踏まえて罰ゲーム決定。やーさあということで罰ゲーム執行。怖いお大官様。いや関係ないです。何するんですか。今回の罰ゲームはもう昔流行った罰ゲームでいきたいと思います。なんだろう。思いっきりしっぺ。怖いし普通っていうか、なんていうやつ。思いっきりしっぺをやっていただきたい。本当は昭和。さあ、ということでございまして、しっぺが上手な某スタッフを呼ばせていただきます。そんな人がいるんですか。そうなんです。元体育会系の大原さんのマネージャーの山本さんに来ていただきました。やだやだ。ということでね、一番強そうかな。やだな。さあ、思いっきりやってくださいね。思いっきり。怖い。思いっきり。さあ、それで思いっきりやって。もうちょいそっちにしたら僕痛いよ。でもいいよ、いいよ、あの、うん、どうぞ。さあ、いきますよ。3、2、1、どこ痛い。痛いよ。これは何の罰ゲームなんですか。だから今から美ボディを磨くっていう企画だったんで、それがちょっとまだ足りてないですよっていうお仕置きですよ。頑張んなさい。頑張んなさいって。なんで、じゃないと写真集出ませんよってことですから。怖い、頑張りたい。ということで、ね、写真集が出るようにまた頑張りたいと思います。分かった。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、あの皆さん楽しいと思ってしまっちゃった方はしまっちゃった方だよ。グッドボタン、グッドボタン、そして、チャンネル登録